にちは、前活の進行です。好きなお菓子はよっちゃんいかです。さて、実家のお寺の方から活動拠点である東京の方に戻ってきました。非常事態宣言が解除されたということで、やはり地元と違うのは人とすれ違う回数は段違いに多いですね。地元でジョギングをしていた時は1時間走っていても 4,5 人しかすれ違うことがなかったので、ほとんど気にせずに走れていたんですが、東京ですと人とすれ違う機会も多いので、まだまだ緊張感が必要な部分はあるなと思っております。さて、こちらの座禅のやり方の動画ですが、前回手の組み方そして視線の方向をお伝えしたことで、身を整える長身が終了しました。以前の動画でもお伝えした通り、座禅というのは長身と長足、息を整えることによって心が整う、再び長身が出てくるというものになります。なので今日は座禅の中で行う2つのうちの残りの1つ、長足についてのお話になります。今、呼吸法というと本当にいろいろな方法がありますが、座禅では一体どんな呼吸をするのでしょうか。それでは実際にその呼吸の整え方をやりながらお伝えしたいと思います。それでは前回までで足を組んで背骨を整え、そして手を組み視線を落としてまぶたの力を抜くという長身の段階を終えました。そしてこれから行う長足というのは、ずっと息を整えていくのではなくて、座禅の前に一度呼吸をリセットするようなイメージです。体の実際の形や動かし方についての長身とは違って、長足というのはかなり一つの言葉で説明をしても受け取り方が様々だったりするので、必ずしも今回私が申し上げるような形とは限らないかもしれませんが、現時点での私の呼吸に対しての解釈でお話をさせていただきます。これから行っていくのは換気一息という呼吸の整え方です。換気一息というのは、一度体の中の空気を空っぽにして全て入れ替えるというような作法になります。その行い方はというと、まずはじめに口から大きく全ての息を吐き切ります。続いて鼻から大きく息を吸います。もう一度口から吐きます。もう一度吸います。吐きます。これを2度3度、あるいはその前が忙しかったり心が落ち着かなかったりするときは、この換気一息の回数を増やしてもいいかと思います。この換気一息の時にイメージをしていただきたいのは、呼吸を体の中に溜めて体の中から出すというよりは、空気がこう体の中を通り抜けているような感覚。もちろん空気というのは肺に溜めて肺から出すので、お腹にもそもそも溜まっていないんですが、横隔膜が広がる、いわゆる腹式呼吸を行うとお腹が膨らむというふうに言うので、お腹に息を溜めるイメージをしてしまうんですが、それよりもこう吸った息も吐いた息もこう体の中を通り抜けているような、そんなイメージをすると呼吸の仕方が少し楽になるような感覚が私にはあります。この換気一息を行った後は、口を閉じて唾を一度飲み込んで、口の中の空気がないような状態にします。そして舌は上顎についた状態、こうすると自然と呼吸は鼻だけになってきます。基本的に座禅では呼吸を鼻で行います。当然私も花粉症なのでわかるんですが、季節によっては鼻で呼吸をしづらい時期もあるので、そういう時は無理をしなくていいんですが、呼吸は鼻で行ってください。また実は座禅で行う呼吸というのは、短かったら短くてもいいし、長かったら長くてもいい、体がしたいような長さの呼吸に任せなさいというのが曹洞宗の座禅の呼吸なんです。呼吸の長さ、速さというのは体の状態に大きく影響してきます。総合格闘技選手で400戦無敗というふうに言われたヒクソン・グレイシー、ヒクソン・グレイシーは試合が近づくと必ず山ごもりをするらしいんですが、その中でヨガをたくさん取り入れたらしいんですね。そしてそのヨガの中でも火の呼吸法という、1分間で90回とか、かなり速い呼吸を繰り返すっていう呼吸法を取り入れて、どこまでがこう本当に科学的な証拠があるかわからないんですが、それを行うことで傷の治りだったりとか、こう体のいろいろな機能がすごく上がったというふうに言われています。
そうしたアスリートの人も取り入れていますが、私たちの生活とも呼吸というのは密接に関係しています。生活の中で緊張したりとか焦ったりとか怖かったりとか、いろいろな心に負担がかかった状態の時には呼吸を落ち着けるという行動をとります。それは例えば深呼吸とか、ひょっとしたらあとはため息もそうかもしれないですよね。何か考え事や悩みがあるとはぁっと口から呼吸が漏れる。前のめりに興奮をしている状態になった時には鼻息を荒げるなっていうふうにも言ったりするじゃないですか。そのように呼吸というのは精神状態と密接に関わっています。そして私が以前マインドフルネスの先生の講義を受けた時に、呼吸というのは吐く息と吸う息で心に対する働きかけが違うそうなんですね。それはどういうことかというと、私たちの脳には交感神経と副交感神経というものがあります。交感神経というのは目が覚めたり興奮したり、いわゆる覚醒状態になる神経、朝目が覚めるのは交感神経が働いたことで目が覚める。副交感神経というのは、その逆ですね、心を落ち着けたりリラックスをしていく方の神経。そしてこの交感神経に働きかけるのが吸う息だそうなんですね。息を吸うと交感神経が優位になって目が覚めるそうなんです。逆に吐く息というのは副交感神経に働きかけるそうで、息を吐くということは心を沈めてリラックスをさせる効果があるそうなんですね。なので心を落ち着けたいときには息をゆっくり吐くのが重要なことだそうなんですね。実際にその講義の中で先生の案内に従って私たちが試したことというのは、吸う息と吐く息の長さをそれぞれに変えてどっちがどういう風になるかということを実際に体験をしたんです。はじめは吸う息を6秒、吐く息を3秒、息を吸う方が倍の長さになっている状態。この時は特に何も正直なところ感じなかったんですね。ところが今度逆になって、吸う息が3秒、吐く息が6秒という吐く息が長い方になった時に、その場で講義を一緒に受けていた人たちがみんな眠くなったんです。それぐらい吸う息と吐く息のこの違いだったり長さっていうのは目に見えて体とか心というのに影響を与えるものなんですね。でそうした情報を踏まえておくと、例えば座禅をしている途中で眠くなった時にちょっと吸う息の方に集中をして呼吸を整え直してみるというような方法も私はありだと思うんです。で修行中にこれを知っていたらあんなに眠い思いをしなくても済んだのかもしれないなというふうに思ったりもするんですが、基本的には長くしよう短くしようという意識はしないで、換気一息をしたら自然な呼吸をする。ただしちょっと眠くなってきたなという時にはちょっと大きく息を吸ってみたらいいかもしれないですし、その直前が慌ただしくてまだ落ち着かないという時は吐く方に集中したりというような、座禅をしながらの工夫としての調息も私はありなんじゃないかというふうに思っています。はい、いかがだったでしょうか。今日は息の整え方、調息についてのお話をさせていただきました。この調息で重要なことというのは、座禅の時だけ呼吸を普段とは変えるわけではないということですね。ご自身の体、今ある体が今その時にしようとしている呼吸に任せていく、自分のその時の呼吸を知ることはすなわち自分の今の体を知ること、今の自分の命を知ることでもあります。呼吸が速くなっている日も遅くなっている日もあると思いますが、そんな一日一日の違いを体の方に気づかせてもらう、そんな部分があってもいいかもしれません。さてこれで調身と調息、身を整え息を整えるという座禅で行うことの2つをもう完了しましたので、あとは自然と心が整うというのが座禅であるというのは以前の動画でお話をした通りです。ただところがやはりいざ座禅をした時にこういうこと考えが浮かんでしまう、ああいうふうに思ってしまうという心の動きに対して非常にそれに悩んだりとか、どうしてもうまくいかないなというふうに感じられる方はいらっしゃると思います。なので次回は心の整え方というのは調身して調息をすることなんですが、心に対してどのようなスタンスでいればいいのか、心の動きに対してどのように自分は考えたらいいのかということについて少しお話ができればなというふうに思っております。ということでディアゴスティーニ方式でやってきたこの座禅のやり方もいよいよ終盤に入ってきます。
一通り最後まで解説をしましたら、また改めて座禅の一連の流れを一本にまとめた動画を公開していきたいと思っておりますので、まずは座禅ってどんなものなのかなっていうことを簡単にでもご理解をいただけますと幸いです。参考になった、面白かったという方はぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。